キタちゃんやっぱり歌うまいな。キタちゃん、ヤッホー。一体どんな子なんだろう。どうしたの？可愛い。いいかな。絶対いい子だ。二組の後藤さんだよね。誰かに用事でもあるの？バッキュッポン！突然のヒューマンビートボックス！つくつくパッチくん。すみません。一日で2つも黒歴史を更新してしまった。すごい！キタさん！後藤さんギター上手いのね。突然逃げちゃうからどうしたのかと思ったら、ねえ、他にも何か弾けるの？弾いて。陽キャオーラが眩しすぎて直視できない。後藤さんは誰かに教えてもらったの？ギター。いや、ほとんど独学で。バンドでもしてるの？一応、はい。え、本当？すごい。いや、全然。ああ、そっか。ごめんね、後藤さん、私そのバンドには入れない。ギターってこっちジャンジャンするだけじゃないのね。え、この木の棒、飾りかと思ってた。前ちょっといたバンドもね、先輩目当てで弾けるって嘘ついて入っちゃったというか、逃げちゃって。今度こそちゃんとギター弾けるようになって、前のバンドの先輩たちに謝りに行きたい。ねえ、いつ教えてもらえるかしら。こんなうまい後藤さんが教えてくれるなら頑張れる気がするかも。いや隣にスタジオとかない？そこでお願い。放課後とか？私放課後はライブハウスでバイトが。わかりました。私のバーカー断れ。今日早速行ってもいい？はい。やばい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 。バイト先って下北沢だったのね。そうなんですね。ちょっと恥ずかしい。こっちの方が恥ずかしいって。父さんが後ろだと道わからないじゃない。すみません、この街まだ慣れなくて。ごめんね、私やっぱり帰る。ごめん。おちちゃん、逃げたギター。どうぞ私をめちゃくちゃにしてください。何でもしますから、あの日のブレをお許しください。誤解を生みそうな発言やめて。突然音信不通になったから心配してた。りょうさん、さすが。でもそれじゃあ私の気が収まりません。何か罪滅ぼしさせてください。一日ライブハウス手伝ってくんない？忙しくなりそうだから。じゃあちょっとこっちで着替えて。店長さん、なんであんな服持ってるんだろう。キタちゃん手際いいね。ほんと、あいつ臨時なのに使えるな。キタさんいい匂い。ありがとうございます。ドリンク代500円で、フライヤーもよかったらどうぞ。私人と関わるの大好きなんです。キタちゃんうまいね。キちゃん、キタちゃんにドリンク教えてあげてよ。チャンス。見られてると緊張する。だいたい分かったから、後藤さんも休んでて。大丈夫？生きてすみません。はい、こちらコーラです。そう、楽器が本体みたいになっちゃう。そして何より楽器が様になってて、友達より深く密に。私は結束バンドに入って先輩の娘になりたかったの。歌唱レください。はい、少々お待ちください。キタさんって結構ヤバい人？じゃあお疲れ、今日はもう帰っていいよ。お疲れ様でした。これからもバンド活動頑張ってください。陰ながら応援してます。もしかしてまだ私のことを？ごめんね、一度逃げ出した人間だし。ギター弾けないし、さっき言った通り私結束バンドには入れないわ。キタさんの左手、かなりギター練習してないとならない。キタちゃんもこれから結束バンド一緒に盛り上げてほしい。なんで私にそんな。私もです。でも私ギター弾けないし。大丈夫、ぼっちちゃんが先生してくれるよ。ありがとう。私頑張る。結束バンドのギターとして。ああ、ぼっちちゃん待ってよ。今日一番の功労者なのに。私なんか全然大したことなんて。後藤さんすぐ顔に出るのね。絶対大したことしたと思ってる。でも私いくら練習してもなんかボンボンって低い音がして。ほら、ちゃんと6本あるでしょ。それベースじゃ。本当にギター弾けなかったの。私そこまで無知じゃないって。それ多弦ベース。
弦が6本のとかもあります。きたちゃーん、お父さんにお小遣いとお年玉2年分前借りしたのに。